スーパーマツカゼ。スーパーマツカゼは、西日本旅客鉄道 JR 西日本が、鳥取駅与那子駅、マス駅間で運行する山陰本線の特別急行列車である。なお、山陰地方都市間を結んでいた、優等列車の遠隔についても合わせて記載する。1988年3月13日から、与那駅マスを運行する特急、国として、 運行を開始。その後、1996年3月16日の特急朝潮の廃止時に鳥取駅まで乗り入れることになり、鳥取県と島根県の各都市間を結ぶ列車としての役割を担うようになった。2001年7月7日には、山陰本線島根県区間の高速化管制と新型車両の投入を機にスーパー国引きに、 列車名が変更されたが、2003年10月1日に、スーパー松風に変更された。松風への愛称はかつて国鉄時代に新大阪駅、博多駅間を、福知山線、山陰本線経由で結んだ、中高特急の名称として用いられており、1986年11月1日の列車名廃止、米子駅博多駅間は1985年3月14日に、 磯風として、系統分離以来約17年ぶりの相性復活となった。2015年7月18日現在、鳥取駅与那子駅間に3往復、2.38.1113.14号、鳥取駅増田駅間に4往復、1.4から7.90.12号の、計7往復が運行されている。鳥取駅、与那駅間には、 山口線直通のスーパー沖3往復が運行されており、スーパー松風、スーパー沖の合計では、鳥取駅与那子駅間で8.5往復、下り9本上り8本、与那子駅増田駅間で7往復の特急が運行されている。列車番号は 2001D2014D と運行される線区内で変更がない。上下とも号数プラス2000が割り当てられており、 1>, 1号が 2001D、2号が 202D である。2008年3月15日から列車番号が変更になり、それまでは 2011D、2020D、202、2D、8081D であった。松江水協祭古城花火大会の開催日には、松江初鳥取駅の臨時列車が運行される。鳥取駅、鳥取大学前駅、倉吉駅、後期大仙駅、米子駅。 安木駅、松江駅、玉津区両線駅から、新寺駅、出雲市駅、西出雲駅、大田市駅、人島駅から、湯野津駅、五津駅、奈美子駅、浜田駅、三穂湖駅、松田駅。後藤総合車両所所属のキハ187系、機動車のうち0.10番台が使用されている。なお、500番台が使用されることもある。グリーン車は、 どの列車にも連結されておらず、基本的に普通車のみの2両編成で運行されているが、2号のみ4両編成で運行されている。他客機は3両から8両編成で運行されている。1961年3月から1985年3月13日まで、鳥取駅、米子駅マスダ駅間で運行されていた、準急列車、急行列車である。 1959年に運行を開始した米子駅、博多駅間の準急、やくも、の利用が好評なため、その増発列車として運行されていた列車である。1970年頃までは対抗する公共交通機関がなく、乗車率は高いため、一時期は一等車も連結されていたが、1975年3月10日に、運行区間は、米子駅増田駅間に短縮され、 新時の区間分割により、下りのみ、与那子発浜大駅が一本新設された。1982年には、増田駅の下り列車のみ、鳥取発で運行されたが、1985年3月14日に、快速列車に列車種別が変更されて、廃止された。列車名は、島根県西部の旧国名である、岩見国が由来となっている。萩は、 1972年3月15日に、山陽新幹線新大阪駅岡山駅間の開業による、山陰本線の優等列車の整備によって、米子駅長都市駅間で運行を開始した、急行列車である。下り列車は、米子駅増田駅間で、大線と、上り列車は、浜田駅米子駅間で、新時と並結されていた。1975年3月10日に、 小郡駅と東萩駅を結ぶ音量連絡バスに、萩号の愛称を使用したため、既存の急行、萩は列車名が長戸に解消されて、上りは単独のダイヤとなり、1982年7月1日に役もの増発により、出雲市駅長戸市駅間に短縮されて、下りの大線との並結も解消した。しかし、 1985年3月14日に、それまでの区間は、快速列車となり、ミネ経由の秋吉の建て替え分として、運行区間が、浜田初国来駅と下関初松田駅、山陰本線経由の長戸が新たに定めされ、片道のみであるが、九州まで運行されていた。列車名は、萩は、山口県萩市が、長戸は、山口県西部の旧国名である、 長戸国が由来となっている。1988年3月13日に、米子駅マスダ駅間1往復で、特急運行を開始。出雲市駅マスダ駅間では1982年7月の、約も1往復廃止以来、約6年ぶりの特急列車の増発だった。1996年10月に、鳥取駅マスダ駅間に運行区間が延長され、 1997年3月22日に、に往復に増発された。2001年7月7日に、山陰本線安木駅マスダ駅間の高速化により、新型車両が投入された際に、スーパー区引きに変更されるとともに、5往復に増発された。2003年10月1日に、現行のスーパー松風に列車名が再度変更されている。列車名は、 伊豆も国風土器に記されている国引き神話が由来となっており、公募によって決定された。1962年12月に、鳥取駅境港駅間で運行を開始した、準急列車である。当時の機動車ブームの中で運行を開始し、鳥取県内のみを走る列車として、弓ヶ浜半島の東側に広がる美保湾にちなんで、この列名が付けられた。この列車は、 堺線の最初で最後の優等列車で、1966年に急行列車化されたものの、1968年に堺線内で普通列車として運行されるようになると、1969年に堺線の乗り入れが廃止され、鳥取駅米子駅間の運行に短縮された。しかし、1970年には鳥取駅出雲市駅間に、1972年には、 福知山駅出雲市駅間に運行区間が延長された。東京駅浜田駅間で運行されていた急行、出雲が寝台特急に変更されたことによる措置であったが、1980年10月1日に、再び鳥取駅出雲市駅間の運行に戻され、1982年7月1日に、快速列車、普通列車に置き換えられて廃止された。稲葉は、 鳥取駅米子駅間で運行されていた特急列車。1996年3月16日の特急、朝潮の廃止時に沖の一部と国引きが米子駅鳥取駅間が延長された際、米子側から延長する特急列車が存在しない時間帯に運行を開始した。もともと稲葉の愛称は 東京駅与那子駅間で運転されていた寝台特急列車に用いられており、約17年ぶりに稲葉の名称が使用されることになった。1997年11月29日から運行を開始した岡山駅鳥取駅間の特急列車に稲葉の名を譲り、わずか1年半で国引きに解消、系統統合された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。